とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日もやっていきましょう。二ついいものが出るまで、やめられません。あと一週間ぐらいで、タワーが更新されるのかな？あ、一週間以上か。一週間以上はかかるけども、まあ、あと一週間ちょっとっていうことでしょう。いや、楽しみだね。次の更新でアップデートも来ます。どんな感じになってくれるんだろうね。すっごい気になるよ。できれば装備とかエンチャントもね、増えてほしいんだけども、どうだろう、そこまではならないかな。とりあえずチェストは増えるっていうことで、うん、まあまあ、とりあえずそれは嬉しい。早く4月20日なってほしいです。では1回目、なんだ、あ、ダメだ。ダメだ。マウラーズ黄金がアイテムボーナス。ダメ。太陽の愛、名もなき刃。これ今日はちょっと厳しい可能性があるな。いい時ってなんか最初から結構ニアピンみたいなのがあるもんね。いやー、ない。うん。まあまあ、とりあえずやっていきますね。行くぞ！機械化ソーブレードか。これもね、欲しいんだよね。今、壊れたソーブレードは持ってるんだけども、やっぱり機械化の方が光ってて綺麗なんだな。かっこいいんだよね。でも、エンチャントがあれ難しいんだ。痛みサイクルと、ダイナモ、あと、アーティファクトシナジーか。その3つがついてれば採用なんだけど、厳しいよな。難しいね。まあまあ、次行きましょう。惜しいな。めちゃくちゃ惜しい。アーティファクトチャージとバーストボーストリングついてるけども、あー、クールダウンショットがないか。1でいいからね。ついてて、あ、いや、1じゃダメか。いや、欲しかったな。なんだよ、もう。今日はちょっと、惜しいのが出るね。なんか来て、お願い。凶暴かクリティカルガードストライク。いや、虚無、いやー、微妙だな。やっぱり黄金で何かいいのついて、下3つがそこそこじゃないと、厳しいよな。うん、やめとこう。うん。まあ、これしか取るやつないけども。クールダウン付き、でも、黒狼か。雷フォーカスはついてんだけどね。いらないな。使わないな。これはどういう風に使ったがいいんだろうな。この装備難しいんだよね。黒狼と狐は。難しい。まあまあ、いらないっすね。冬の指先が2連続来てるけども、エンチャントが全くダメだ。話にならない。何にもついてないな。これはひどい。なぜノーマルに無限ダイナモつくかな。他のやつについてくれ。頼むよ。英雄ウィザーウィザーだけども、クールダウンついてるのは英雄のみか。英雄はね、クールダウンついても、ポーションバリアがないと、ちょっと採用できないんだよな。ダメ。ウィザーも、ないんだよな。いいのがついてない。次。無限ダイナモだけど、ウィンドボー。谷の小玉でも、バーストボーでも、いや、よくないか。いりません。おっと、これは、なかなかいいんじゃないかい？黄金で、追い打ち3がついて、一番左がダイナモか、クリティカル選べるね。で、真ん中も、まあ、リフレッシュ、虚無。選べますね。うん。まあまあ、リフレッシュ入れないと回復はできないけども、6% 吸収で、まあ、やっていけないこともないので、選べるね。で、一番右、ガードストライクでしょ。強いね、これは。これはなかなか、攻撃的にもなるし、防御も結構つけることができるので、いいと思う。うん。この星なき夜ゲットです。1個カウント。これは、良かったよ。強いと思います。わー、ダイナモと貫通が一緒についちゃってる。
これバラバラだったらよかったのにな。このハンタークロスボウの無限ダイナも結構強いのよ。かなりいいんだけども、惜しいね。これは惜しい、谷の子玉。バーストボーストリング、アーティファクトチャージ、マルチショット。黄金スキルでクールダウンショットがついてれば、マジで強かったな。あー、惜しいね。これね、怒りとの相性がなかなかいいんだよね。生きたツタのアーマーです。これで終わろうかな、今日は。ちょっとね、4時間半ぐらいかかっちゃってるんで、もう、やめましょう。もうこれで OK にしちゃおう。黄金で毒ダメージの増加。で、エンチャント。まあ、クールダウン、真ん中だよね。で、右はポーションバリア。左が、まあ、防護霊気選べるような感じですね。で、まあ、ソウル系が強くなれば、ソウルフォーカスっていう選択肢も出てくると思うので、これで、いいでしょう。はい、ということで、戻ってきました。今日は疲れた。だいぶ長かった。長すぎたよ。もうここまでかかるのはもう久しぶりだった。まあまあ次も、こんなにかかったら嫌だな。次こそは1時間半ぐらいで終わってほしいところです。はい。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。